これから、孵化した幼虫を、餌につけるやり方をちょっと見てみいただきたいと思います。これはこんな感じで活性炭入れてあります。活性炭の上に、卵のついた枝を乗せてあります。ここに幼虫がいます。私は不精なので爪楊枝で、舐めてつけております。で、今回は本当はコナラがいいんですけれども、あらかし使います。このくらいに伸びた芽がいいです。もしくはまあこのくらいですね。このくらいに伸びた芽を使います。それではこれをちょっと切ってみます。これをカッターでこう切ります。切れ目を入れて少し開きます。こんな状態にします。で、ここに先ほどの幼虫をキュッと乗せます。で、この割れたところによいしょっと乗せて少し閉じます。こんな状態にしたものをこの小さいカップですね、小さいカップに入れて、大体このくらいのカップ、これ直径が5センチないかな、4センチくらいかと思います。で、これに大体、5頭から7頭もしくは10頭くらいを入れます。これはまあ委託のクモちゃんです。これから責任持って、ハンドペアリングしていきたいと思ってます。こんな感じでたくさんおります。木の方はまあ今日出たのですね、でこちらはまだこれからのメス、オスとメスとタイミングを見計らって、寒いところに置いたり暖かいところに置いたりして、管理しております。ずっとこんな感じです。こちらには、感じでサナギが入っています。今日今1頭出たですね。はい、こんな感じです。吹き流しの中に入れてちょっと下に重心が行くように、乾いた雑巾なんかを入れてあります。これは軍手ですね。こんな感じで足場にもなりますので、こんな形にしてあります。黒梅もどき、だいぶ葉っぱが出てきました。感じですね。100% もん流れのがついております。こちらはイボタ、兵庫県スーパーカニタ、これは伊勢市で、これは伊勢志摩の志摩市の方ですね。で、こちらはやはり、黒のもどきですけれども、いぶきのもん流れ、間違えました、いぶきのもんなしのミヤマカラスシジミです。はい、これは下野で、干しみすじ買っております。で、これは、黒
小紫、柳もこの感じでこのくらい芽吹いてきてます。はい、幼虫はもう食べております。少し少しですけど食べております。